オレンジレンジが来てる。俺俺だよ。コザの裏側、宮島真一です。ひとりです。あれあれ、オレンジレンジが来た。本物え、自分でこんな紹介ある？俺ひろきさんです。すごい。コザの裏側、毎週見てるとか見てないとか。本当に見てて。お、嬉しい。これちょっとした夢心地ですね。学校がね、一緒だったりとか。そう。宮島さんと。こうも変わるんですね。なんで？コザの裏側。今日はね、ひろき君を交えてですね。コザの裏側、今回は秋の、スペシャルというかね。秋？過去これまでいろいろ紹介してきた、スポット、食べるとこだったりね、ありましたけども、今回秋を先取りっていうことで、ちょっとこう、ひろき君と一緒にね、コザの秋はこういう風に先取りしちゃうんだよっていうのをちょっとね、こんな人楽しめるよっつー。そう、はい、それをね、一緒にちょっと見ていきたいんです。わかりました。コザの裏側。まずはグルメ。はい、まあね、秋といえば食欲の秋ですから。そうだね。そうだ、メンバーの大和くんも、ね、一回ゲストというか。そうよ、出てましたね。ピーマンで出ていた。はい。これ見るわけ。ほら、これ Wi-Fi 来てるのかってない。はい。コザの裏側の宮島さん、オレンジレンジの大和です。はい、セニョルターコっていうお店があるんですけども、そこの、マヨネーズタコライスっていうのがありまして、マヨネーズが入っている、たまんないですね。ソースも、辛いソースも最高ですね。花椒さん緊張してるね。結構緊張してますね。ちょっとこのソースはまたオリジナルでしょ。はい、そうです。はいはい。あそこセニョールターコさんはよく行くんですか。行きますね。みんな行きますよ。あ、本当。結構メンバーのサインとかも飾られてる。おー、それはみんなで一緒に行くんですか。いや、バラバラでだったり。あんまりじゃあ中も。中はそんなによくはない。ほら、そんなことない。すいません。そんなことないはずだ。私は本当にコザウェブを参考にして、今日の夕飯、そういえばあそこにあれあったけどどこだったかなって改めてこうチェックしたりとか割とするのよ。で、この前キャサリン行こうかなと思って調べたんですけど、結局行かないかったの。ほら、なんだろう、誰かが行ったなしにしよう。キャサリンさんです。ここは台湾料理ですね。こんにちは。はい、こんにちは、いらっしゃいませ。開けてびっくり。開けてびっくり。なんちゃってね。本当？これは何でしょう。これ、あの薬膳スープ。薬膳スープ、あ、いろんなこういろんなクコの実とか、夏目とか、朝鮮人参とかね、入ってるから。すごい。お、これまた独特。元気になるっていうか、元気になる、これ、我不会讲话。おいしいですね、やっぱり。我叫光照心意。我叫光照心意。名前はいいです。名前もいい。コザウェブとか見てる？だ、本当に全く同じ手法で、コザウェブでちょっとチェックして、あのお店を調べるっていうのはありますよ。これは嬉しい。これいい言葉いただきました。ここ3回ぐらい使ってるね。みんな。なかなかこの一人では入りづらいみたいなお店もたくさんあるじゃないですか。一緒に行こうよ。行きたいっすね。そういうの。じゃあもうロケ次。そうだね。じゃあスケジュールいつですか、次は。行きたい。ただ本当に12時過ぎにメールはしないで。お互い様です。コザの裏側。インカチキン。インカチキン。ここのゲート通りにはね、まだまだこれからいろんなお店もオープンしていくし、ここはちょっとまたできたばっかりなんだけど、新しく、ここはね、ちょっとチェックしないといけない。行ったことなかったでしょ。行ったことないです、まだ。まあ俺も初めてだけど。ここ沖縄だよね。沖縄、なんかもうあっち見てごらん。あっち、海外旅行来たような感じなってますね。僕がスタッフです。いただきます。ちょっと待って、A1 ソースいらない。今日はいらない。あれは牛肉いけて。あ、そうかそうか。いただきます。ニコ。なんかやっぱり
沖縄って夏だけのイメージが多いはず、特に観光客の人は。でも秋でも全然楽しめるんだぞと。そうそうそう、宮島さんぜひじゃあもうここ。いやそこ言わないわ急に丸だけだったらなんかあるのかなって思ったよね。いやまあこの人はね月に1回ぐらいしかロケ行けないからねメンソーレ乾杯乾杯フーセングカラオケレビーボーレWhat do you think this place in Koza? Oh, Kanpeki. Kanpeki. Tamedachi. 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 こっちのあのカラオケバー面白いことに92点以上取ったらお客さんタダでショット飲めるんですね。その時にみんなでわーってシャー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 ってやるんですよ。異国情緒っていうテーマで行ったら、まあまあまあ、本当に飽きないしね。そうですね。中華もあるし、ステーキもあるし、うんうん、いろんなジャンルの、そうそう、お店ありますしね。ありますしね。うん、うちは、まあ、ハワイの本場のアロハシャツになるんですけども、うん、まあ、お仕事で着られる方も割と多いですね。そうですね。そうですね。さあ、どうでしょう、お客さん。どうですか、すごく僕はお似合いになってると思いますけど。嬉しいね。はい、なんかこれなかなか貴重な体験だな。なかなかこのね、うん、キャラクターで着こなせる方いらっしゃらないんで。本当、俺今褒められてる？ちょっと浮いちゃう感じ、俺。外に車つけたりよね。もう一回準備しております。ちょっと行ってくる。どう？なんかさ、ヘル君ってさ、街歩きながら例えばこう創作意欲をね、かき立てられるようなこともあるんじゃない？コザの街って。あ、でも本当にこのパークアビニュー内でレコーディングとかもしたりするので。何か煮詰まった時とかは割と歩きますよ、うん、この辺。この辺いるんだ。うん、じゃあオレンジレンジの曲には割とこう小沢州が、いや、この景色は含まれてますよ。だいぶなんか嬉しいね、やっぱり。じゃあやっぱりこの、ね、パーカービニューとかにちょっと花びらが落ちてたり散りゆく中でそれはないですよ、さすがに。秋っていうのはさ、ちょっとなんか知識というか、ちょっと学びの秋っていうのもこれあるかなと思うんだけどね、うんうん、ヒストリート行ったことある？ないっす。そう、意外とさ、ないですよね、うん、こう地元の人もなかなか、実は私も行ったことなくて。あらあら、ヒストリート、ここでたくさん勉強してみよう。ほら、こうやってね、実際の沖縄の戦後の写真があったり、その見てごらん、ほら、昔のさ、ほら、当時映画館にあったところのこういうね、多分トイレのとか出口とかいろいろあるんだけど、映画館がこんだけたくさんあったっていうのも、もうもはや知らないよね。知らない。俺でも知らない。もう昔の写真がいっぱいあって、まだあそこの島袋流営はまだ建物残ってる。あれ建物の中でしょ、うん、だからもう、例えば雨が降っているとか、ちょっと寒いっていう時でも全然、うん、OK でしょ。そうですね、うん、まあ、ヒストリートに行くか、まあ、シアタードーナツに行くか。出た結局ここで宣伝やし。ドーナツ食べるところだろ。だいぶ厳しいな。いいの、すごい気持ちいいの。コザには泊まるところもあるよ。そのままやし。ディレクターの言葉そのままだった。今ひねりゼロ。あ、俺ピョってる。あの30年ぐらい前になるけど、あのピンクレディが泊まったっつってから、僕なんかみんな大騒ぎで。有名な方が泊まったか。ここに泊まったっていう噂もちらほら聞いてるんですけれども、はい、ははは、ピンクレディっていう噂を聞いたら30年ぐらい前になるんですかね。本当ですか？泊まったかもしれないんですけど、その時いないので多分泊まったと思います。じゃあちょっとピンクレディから電話来てるかもしれない。ちょっと電話してもらっていいですか？やっぱこういう雰囲気も落ち着きますね。そうですね、うん、中の部屋の雰囲気もいいですし、あとこの外で ね風に吹かれながらですね、うん、一番座、はい、あ、やっぱり青森ありますね。そうですね、ホテルで言ったらロイヤルスイートルーム。最高。観光のもうね、あの人気なところに最初探してたんですけども、うん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 、結局やっぱりコザに落ち着きましたね。これなんでと思います？やっぱりですね、コザのこの雰囲気だと思いますね。あの、私よくお客さんに言うんですけども、やっぱ本物の沖縄が残ってるんじゃないかなというふうに思うんですよね。民宿みたいなこうアットホームなところもあれば、まあ、スイートルームがあるようなね、そうところもありますし、大ホテルね。そう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 、うんうんうん、いいんですよ。また景色もいろんなところ見えますからね、うんうん、ここグランメルリゾート来ました。町リゾートすごい。あれは
中城湾ですね、これ。はい。ここが14階。14階、最上階でございます。なるほど。イラミナさん。はい。ここ泊まったことある？まだないです。まだないです。こちらの部屋は特別の部屋なんで。有名だよね、はい。スイートルームで。いいなぁ。キングサイズのベッドになっております。特別な日に、はい、すごい特別な日に夢のさ、こういう感じのこと、うん、なっ大丈夫ですか、うん、あ、ちょっと見届けますなかなか面白いと。泊まったことあるよっか。いやー、ないですね、うん、やっぱ住んでる場所なんで、うんうん、なかなか、うん、じゃあ3人でどっか。いやいろいろ問題が起こる。そうなんですか。3人だったらいいんじゃない。でも、あ、そう、3人だったらね、3人。じゃあ私間に入るよ。じゃあなんで入りたがってる。一番やりたがる。普通袖に行くでしょ。じゃあ真ん中行くよ。川の字真ん中行っちゃう。真ん中来たのか。コーナーの裏側。だから県外の人とかだったら、うん、多分那覇空港降りて、うん、那覇で宿取るさ、うん、で沖縄市来てライブ見てでまた帰るでしょ。帰るみたいな。だからここで一泊すればね。そうですよ。だからあの何那覇で泊まるの禁止って言えないですけど小沢で遊ぶならじゃあ小沢で遊ぶなら小沢で泊まった方がより小沢を楽しめるよっていう、そうことですよ。育てたっていうかね、うん、町が今のあなたがあるわけじゃなくて、 そうその町をもう丸ごと1日2日満喫してもらって初めてオレンジレンジのファンって言えるんじゃないでしょうか、やっぱり今年になって大丈夫ですか。どうでしたか、小座の裏側に。まあスタジオだけだったですけれども、うん、雰囲気はなんとなく、あ、こんな感じなんだっていう。そう、やっぱ変わらないですね。変わらない、あ、この回ってる時と回ってない時この掛け合いがね、あ、そうなんですよね。仲いいもんね。そうですね、本当普通に飲み、本当に普通に飲みに行きます ね、 そういうのがまあ画面上からも伝わってきてたので。いや嬉しい。今回はちょっとアラを探しに来たんですけど、いやいやいや、もう本当に、もう、まあ、全て演出でした。プロ意識がそれ込みで、それ込みで。あ、メールが来ましたか。すごい見切れ方をする。すごい。いいですよ、最高です。はい、じゃあメールいきましょうか。ありがとうございます。はい、リツコさんです。コザの裏側初めて拝見しました。ありがとうございます。ありがとうございます。最高。2014、1年遅れですが、ふるさとを離れて43年、こうして身近にまるで自分がコザの裏側にいる。今私がと思わせ、とにかくホームシックの癒しにしてくれて、Thank you very much! おー、いいね。How much? ないでしょ。書いてない。ジョーク書いてある。書いてあるんだ。YouTube、うちなうちの心の支えですね。一平二平デイビル、ゴブリーサビラといただきました。なるほどね。海外にいらっしゃるのかな、リツコさんは。へぇ、うん。コザを離れて43年、ふるさと離れて43年。わで、コザ裏を見て、うん、この遠く離れたふるさとに思いを馳せている。どうだろうね、半々ぐらいだすね。この変わってる部分と、うん、あ、そこそこ変わってないところもありそうじゃない。あ、確かにね。40年経っても、確かに。そうだね、うんうん、それぜひ確かめに来てもらいたいね。そうね、久しぶりに沖縄に帰ってきてみてはいかがですか。うん、たくさん今コザは、うん、あの熱いディープなところたくさんありますよ。うん、そうだよ、もうちょっとミキトリもカモーンって言ってあげてよ。カモーン。ありがとうございます。今日はちょっとあのノーマルバージョンだった。なんか持ち逆みたいな。